うん。はい、どうも皆さん、こんにちは。TK ヒーローです。はい、今回はですね、久しぶりに長物のモデルガンの紹介です。まあ、以前ね、ちょこっと紹介したことあるんですけれども、今回自分のものとしてね、入手しましたので、改めて紹介したいと思います。こちらでございます。じゃ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 ん。はい、こちら。田中ワークス製のモデルガン、ウィンチェスター M1897 ライオット20インチです。ね、以前先輩からお借りして紹介したのはトレンチガン。しかし今回のはライオット。ね、バリエーションが違うんですね。というわけで今回はこちらの紹介でございます。さあ、今回のね、この田中の1897ショットガン。まあ、まず中身をお見せしましょうか。まずね、取扱説明書。これね、トレンチガンと同じみたいですね。で、本体が、こちらです。いや、聞いた？今の音。この音。これよ、この音がね、いいのよ。いや、このね、メカメカしい音って言うんですか？この音がね、もう、この1897ショットガンはたまらんわけですよ。で、今回のね、1897、これは、バージョン2の ABS モデルです。ね、最近田中からね、ヘビーウェイトモデルっていうのも発売されたんですけれども、それではなく、6年前ぐらいかな。うん、6、7年ぐらい前に生産された ABS のバージョン2です。まあ、このトレンチガン自体も紹介するのは3回目なので、ちょっとね、近くで見る前に喋らせてくださいよ。ね。ね、このトレンチガン、壊れやすいことで非常に有名な銃です。実銃の話じゃなくてモデルガンの話ね。モデルガンとガスガン。私ガスガン版も持ってますけれども、まあ、壊れやすいのよね。うん、この前ショート動画でもあげましたけどね、このストック。このね、付け根の部分がね、折れるんですよ。うん、とか、あとね、この、ボルトの、このレールの部分も折れますしね。もうとにかくね、壊れやすい銃なんです。いや、まあそらそうよね。これすごいリアルに作られてんの。リアルに作られてるということはですよ、本物は金属製です。鉄で作られてますよ。それをね、ABS とかのプラスチックで作ったら、まあ、強度足らんわなっていう、うん、そういう感じなんですよ。そう、だからね、ガラス細工を扱うように、丁寧に扱わないと壊れてしまうモデルガン、ガスガンということでね、有名なモデルだったんです。だからこれよく聞く話ですけど、使わないで保管しておいてね、うん、しまっておくわけよ。それで久しぶりに取り出したら折れてましたとか、そんな話も聞きますからね。それぐらいね、もうどうしようもないというかね、壊れちゃう銃だったんですよ。で、それをちょっと補強したのがこのバージョン2なんです。さっき言ったね、このストックの根元の部分。ここがね、補強されてます。ま、とはいえね、樹脂です。補強されたとはいえ樹脂なんで、多分壊れます。だから、今ね、負担かかんないように持ってますけど、こうやって片手で持ってね、ちょっと構えるとか、そういうことをやると壊れる可能性高いです。あと、スリングね、革のスリング、これはまあつかないけど、トレンチガンとかやっぱ革のスリングつけたいじゃないですか。それつけて肩にかけてね、で、トランジションとか言って、拳銃からショットガンでバッて持ち帰るとか、そういうことやってると、折れるかもしれないです。だから補強されたけれども、大事にというかね、丁寧に扱ってあげた方がいいのには変わりがないモデルかなっていう感じですね。以前ね、トレンチガンのモデルガン紹介した時、あれは借り物だったのでね、壊さないようにしなきゃなーなんて思ってましたけど、これはもう自分のなんでね、ガシャガシャ、こうやって遊べるわけですよ。うん。やっぱりね、この音いいよね。はい、それではね、ちょっと近くで見てみましょう。ではね、映りきてないですけど、1897ショットガン近くで見てみましょう。まずね、もうこっからトレンチガンとは違いますね。トレンチガンだと、このバレルのところにヒートガード、ね。穴のいっぱい開いたバレルジャケットと、あとここに、銃剣装着用のね、ラグがついてるんですけど、これはもうそういうのは一切ついてない、非常にシンプルな見た目となっていますね。まあ正直個人的にはね、こういうシンプルな見た目の方がいいかなって感じですし、あと金属の重いジャケットがついてないおかげで、あんまりフロントヘビーじゃないんですよ。まあだからさっき言ったね、この壊れやすいここの部分、ここにかかる負担っていうのもね、少ないかなって思います。はい、まずね、サイトはね、これ、真鍮のピンがね、立ってるだけです。まあショットガンなんでね、そんな狙うものでもないんですけれども、とりあえず目安をね、つけるための、こういうフロントサイトがついてますね。そしてこれはね、モデルガンですので、バレルの中にはインサートが入っています。はい、そしてこちら、フォアエンド、先台ですね。もちろんこれはリアルウッドです。なのでね、すごい手触りがいい感じですね。で、ご覧の通り、アクションバーには、トレードマーク US モデル1897と刻印が入っています。で、ちょっと見づらいかもしれないですけど、バレル上部の刻印ですね。はい、そしてフレームです。この1897ショットガンはね、このエジェクションポートのね、ここの部分、ここがなんかちょっといかついのが特徴ですかね。
さっき言ったね、壊れる部分っていうのはね、ここですね、このレールの部分、ここがね折れるんですよ。まあでもバージョン2ではね、ちょっと回収されて若干強度が上がってるらしいです。はい、そしてフレーム反対側ですね、ここに SPG と入っている以外は刻印はないです。そしてストックですね、こちらももちろんリアルウッドです。とてもね仕上げが良くて、特にねこの辺りのこのスッと絞られてる形状とかね、とっても綺麗ですね。この個体は木目もね結構いい感じかなと思います。でストック後端バットプレートです。これトレンチガンだと金属製のバットプレートなんですけど、こちらではラバー製になっています。これさ、ちょっと知ってる方いたら教えていただければ嬉しいんですけど、トレンチガンの場合ってネジ外したらバットプレート取れたんですよ。これどうやって取るんでしょうね。いや、ストック分解するときにこれ外してね、ここの中にあるネジを抜かないといけないんですけど、これどうやって取ればいいんだろう。もう力ずくでいくしかないんですかね。もしやったことある方いたら教えてください。はい、そしてね、機関部をお見せしましょうか。フォアエンド引くとこうなります。もうかっこいいよね、これ。このさ、これいいよね。こんなね、ボルトが後ろにせり出してハンマーコックするショットガンなんてあんまり見ないよね。いやー、かっこいい。ちなみにこれね、実銃の設計者ジョン・ブローニングです。ウィンチェスターの製品だとね、1892とかもブローニングの設計ですけれども、あれもねボルト部分でハンマーコックする仕組みになっていますので、まあ、そういう点ではちょっと共通点がありますね。でこの下にせり出してるの、これがねシェルキャリアです。こんな感じでね、フォアエンドを引くと下にせり出してきて、戻すと上に戻るんです。最近のショットガンってシェルキャリアはね下がりっぱなしでフォアエンド引いて上に登るっていう、そういう仕組みですけどね、これはね上に上がりっぱなしなんですね。常時フォアエンド引くと下がってくるっていう、そういう仕組みなんです。そしてこちらがね使用するカートリッジですね。リム部分が真鍮で、ケース部分はプラです。こんな感じでね装填します。ちなみにですね、最近流行りのねクワッドロードとかやりたくなると思うんですけど、ここのねこのフレームのこの下の部分、ここのエッジがねすげえ立ってます。ではっきり言って痛いのよ。だからねクワッドロードとかやりたい場合はここ安ってね、ちょっとエッジ落としてあげた方がいいと思います。私はねちょっとそれはもったいないからやりませんけど、うん、多分手切るよこれね。ちょっと気をつけてください。でカートリッジ入れてフォアエンド引くとこうなるわけですね。こうやってカートリッジがここに来て、でフォアエンド戻すとこうやって上に行くんですね。これでチャンバーに入っていきます。田中の1897はねちゃんとチャンバーついてるんですよね。だからこうやってちゃんと入るんですよ。ちなみにですね、このハンマー最初かなりスプリングのテンション強いです。壊れそうなぐらいバシーンっていくんで、ちょっとテンション弱くしました。まあだからね、空打ちしてもある程度は大丈夫かなって感じにはなってます。さあ、それではね、私はモデルガンは発火させて遊ぶ派の人間です。ということでこの1897トレンチガン発火させちゃおっか。ではカートリッジを入れていきましょう。さっき説明した通り、これクワッドロードとかやるとね、ここで手切る可能性あるので、普通に一発ずつ込めていきましょう。このね、シェルを込めていく動作、これがねやっぱりモデルガンとかライブカート式の銃の楽しみですね。チューブに6発入ります。でチャンバーに1発入れておけば合計で7発ですね。ではいきます。あれ？なんだろう、弱めすぎたか。ハンマー弱めすぎちゃったな。ちょっと調整しよう。弱くしすぎた。うん。やっぱあんな壊れそうなほど強いスプリングってのはちゃんと意味があったんですね。むやみに弱くしちゃいかんな。よし、じゃあ行きましょう。うん、いいんじゃない。まあこれね、こんだけバレルが長いんで、それもあってね、そんなに銃口から火花も出ません。ちょっと見ていただきましょうか。いきますね。こんなもんです。
今火花が出るタイプの火薬を使ってますけれども、それでもねあんなもんです。これに関してはね、どっちの火薬を使ってもまあいいんじゃないって感じじゃないですか。で、あとはね、意外とこのポートからのね吹き戻しがありますね。ちょっとこれ見てください。いきますよ。もう一回いきましょう。ほら、今見えました？意外とね、吹き戻しあります。まあやっぱね、このトレンチガンはね、カウボーイシューティングみたいに、こういう打ち方でね、連射したいですよね。まあこれはまたね、いずれ別の動画でちょっとやりましょうかね。はい、ということで発火させるとこんな感じでした。はーい、というわけで今回はですね、この田中のね、バージョン2の1897ショットガンの、紹介でございました。いやー、ついにね、私も1897手に入れちゃいましたよ、モデルガン。ガスガンはね、持ってたんですけど、やっぱりあれ、ちょっと壊れちゃねえかなって心配でね、あんまり遊べてなかったんですよ。やっぱね、ちょっとガシャガシャやって遊ぶんだったら、バージョン2のね、頑丈なやつがいいなと思って、今回、安かったんで、中古で買ってみたっていう感じです。まあでもありがたいことにね、このタイミングで田中からヘビーウェイトモデルが出てますので、しばらくはパーツ供給にも困らんだろうということで、打って遊んでもある程度は大丈夫かなという感じでね、そこは本当安心してますね。これがね、絶版になっちゃってたらもうパーツが手に入らないからね、それもあって遊べなくなっちゃうんですけど、まあこのモデルガンの方はまだ遊べるかなって感じなんで、ね、ちょっと遊んでいこうかなと思います。いやー、やっぱね、この音がね、もう何回でも言いますよ。何回でも言いますけどいいよね。もうほんとこの銃からしか得られない、この音。ね。素晴らしいよね。皆さんもね、この1897ショットガン、興味のある方は、ちょっと手にしてみてください。もうほんと注意点はね、壊れやすいんで雑に扱わないっていう。うん。それだけですね。丁寧に扱ってあげればね、バージョン2だったらそうそう壊れないんじゃないかなとは思うんですよ。ね。ですから。ちょっと気を使って遊んであげる必要はありますけれども、でもね、遊べるショットガンだと思いますので、興味のある方はチェックしてみてください。割とね、この旧型っていうんですか、旧型とは言わねえな、2018年ぐらいに発売された、この ABS モデル、これ狙い目です。うん、割とね、安く手に入りますので、最新のヘビーウェイトモデルもいいですけどね、あれはちょっと値段がね、だいぶしますから、ちょっとなーという方は中古で ABS 版を探してみてはいかがでしょうか。というわけで、今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が良ければ評価ボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは、じゃあね。